今回の移籍史上の注目選手の一人が、ゴールデンステートオリアーズから完全 FA、フリーエージェントとなっているクレイ・トンプソンだ。そんな歴代有数のピュアシューターの勧誘に、ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズが直々に動いたと ESPN のエイドリアン・オジナロウスキー記者が報じている。動画、レイカーズ入り、トンプソンの作機ハイライト、同志にによれば、 レブロンは FA 交渉が解禁された現地時間6月30日、日本時間7月1日、日付はいい稼働の午後6時ちょうどにトンプソンに電話をかけたという。そして、交渉が明日以降に持ち越されるだろうと予想した。彼、トンプソン、と彼の代理人は、レイカーズやダラス・マーベリックスを含む多くの球団と話をしている。彼らは今夜、話をした。 フリーエージェントが解禁された東部午後6時、レブロン・ジェームズがクレイ・トンプソンに電話をかけたと聞いている。クレイ・トンプソンと接触し、話をした。私の予想としては、この交渉は明日に持ち越されるだろう。おそらく今夜中の決着はないだろうが、ダラス、レイカーズ、そしてクリッパーズがこの件に関して動いているのは確かだ。これはクレイ・トンプソンにとって有力な、移籍先、 チームであり、このフリーエージェント期間が終われば彼はゴールデンステート以外のどこかでキャリアを送ることになるだろう。昨季はウエスタンカンファレンス第7シードでプレイオフに進んだレイカーズだが1回戦でデンバーナ・ゲッツに一周されただけに、今期に向けて戦力増強が急務。加えてレブロンは今期のプレイヤーオプションを破棄し、有力選手が取れるならば減額しての再契約を示唆しており、補強への本気度が伺える。 トンプソンの方も、昨季はキャリア3年目以降でワーストの平均17.9点に終わり、ウォリアーズとの延長契約交渉も不発に終わっていた。さらに SNS でウォリアーズ関連の投稿をすべて削除するなど、2011年の NBA 入りから13年間過ごしたチームと決別する可能性が高い。一時はオーランドマジック行きが本命視されていたが、 そのマジックが同じ 3&D タイプの検定ビアスコールドウェルポークと契約合意したことで、その噂も立ち消えていた。そんな状況下で報じられたこのニュース、トンクソンのレイカーズ入りが双方にとって本当にベストなシナリオなのかはわからないが、キング、直々の勧誘を受けた機大のシューターは、果たしてどのような決断を下すのか。